2007年日本の補欠選挙では、日本の立法府である衆議院と参議院の議員を補充するため2007年に行われた補欠選挙の結果について取り上げる。補欠選挙は、議員が辞職、あるいは死亡したこと等で、欠員が生じた場合にその欠員を補充するために行われる選挙である。2000年の公職選挙法改正によって、衆議院と参議院の補欠選挙は、 同法第33条の2第2項に規定に基づき、原則として4月と10月の年2回にまとめて実施されている。ただし、2007年は、任期満了に伴う、第21回参議院議員通常選挙が行われることが明らかになっていたことから、同法第33条の2第3項の規定により、第21回参議院選挙が行われる7月29日にも、 補欠選挙が行われることとなっている。以上のことから、2007年は、以下の年3回補欠選挙が行われることになった。なお、10月の補欠選挙は、補欠選挙を行うべき自由が生じなかったため、実施されなかった。参院に選挙区で実施された。第16回統一地方選挙の後半選挙、投票日と同じ4月22日が、投票日である。 衆院2選挙区で、補欠選挙が行われた。元気に輝く、下流市県民の会アイラブ沖縄。輝く県民の会この記事は、以下のカテゴリでも参照できます2007年参議院、福島県選挙区補欠選挙に関するカテゴリ2007年参議院、沖縄県選挙区補欠選挙に関するカテゴリ,2007年,テゴリ2007年衆議院、岩手県第1課補欠選挙に関するカテゴリ 2007年衆議院、熊本県第三区補欠選挙に関するカテゴリー。ありがとうございます。